こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマは春が来るというテーマで見ていきたいと思います。はい、選択肢はこっちから A、B、C で用意してますので、気になるカードをお選びください。タイムスタンプを概要欄に貼ってますので、そちらからご覧ください。はい、まあ、春が来るという聞くとね、いろんな連想される方いらっしゃるかなと思います。はい、まあ、私はあれですよね、こうドラマチックな恋愛ドラマものみたいなイメージになるんですけどまあでもね、入学式だったりとか、まあ、新しい出会いみたいな感じですよね。人と人もそうですし、こう物事、うん、こうなんて言ったらいいんですかね、勉学ともそうですし、お仕事ともそうですし、新しい出会いが、はい、たくさんあると思います。どんな春が来るのか、はい、見ていきたいと思います。まあ、花粉ばっかりがね、今のところ印象深い状態なんですけれども、はい、皆様にとってこうポワポワとした、はい、桜のようなね、はい、春が来ることをイメージして見ていきたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。それでは A を選んでいただいた方のリーディングしていきたいと思います。こちらの選択カードですね。春が来るというテーマで見ていくんですけど、A を選んでいただいた方はこの春ですね、ちょっとこう自分にとって恐怖心があるもの、怖いなとか、それをやるにあたってすごいこう怖いとか嫌だなとか、なんかこうすごくこうネガティブというか暗いね、気持ちになるようなことをやられていくことになるかなと思うんですけど、なぜそれをやるかっていうと、その先に自分がやりたいこととか本当に望んでることがあるっていうのを分かっていらっしゃるからだと思うんですよね。そう、なんかちょっとそのなんだろうな、春だから頑張るかって思ってやるんだけど、なかなかちょっと厳しいような、はい、感じですね。ちょっとやめてもらってもいいですか。はい、そうなんですよね。なんかすごく辛いこととか悲しいこととかがあるから、その本来の、素晴らしい形になれるというか、そういう出会いがあるとか、はい、そういうことを言われてますね。なのでちょっと一旦辛い、はい、思いをしないといけないっていうのが言われてるんですけど、その先にはね、本当に自分が望むことが待ってるので、それをこう乗り越えられるかどうかの、その、まあ、試験というかね、これを超えてでもその本来の望むところに行くのかどうかっていう覚悟を問われるようなタイミングになるんじゃないかなと、はい、思います。そんな、方の、現状見ていきます。 A さんの現状ですね。マジシャンとプリエステスが出てます。そうですね、なんかやろうって思ってるっていう感じはすごい出てるんで、だからその自分がずっと憧れてた職業に入るとか、学校に入学するとか、なんかそういう感じですね。自分がこれをしていきたいみたいな感じで、はい、進む感じがします。そうで、なんでしょうね、自分が先陣を切ってやっていくような感じになると思うので、だからなんかこう暗い森とかね、そういうところでも自分がこうこっちだと思うっていう風な方向に進んでいかなくちゃいけない、先陣を切らないといけないっていう感じで、まあそうしないといけないのと、そうしようって思ってるのが重なってるので、多分すごくいい感じにね、なっていくと思います。ただ本当に大変だし辛いよねみたいな、頑張ってねって感じの、はい、感覚できております。で、まあ全然そのそれを乗り越えれる力も、覚悟も多分持ってらっしゃるので、めちゃくちゃいい感じに進みそうですね。はい、で春が来るについてどういうこと、つまりね、もっと詳しくどういうことなのか聞いていきたいと思います。はい、プロテクションとデスが出てますね。はい、
なんか呼び戻すって感じですね。自分本来の自分自身の力を呼び戻していくっていう感じ。なんかこう生まれたての、純粋無垢な自分に戻るみたいな感じかな。なんかそのこの現世のいろんな 不浄なもの不粋なもの、なんかこういろいろとあなたにまとわりついてしまった外側が、こうお掃除されていくタイミングっていうのかな。今まで一生懸命築き上げてきた自分自身のアイデンティティとかエゴみたいなものがいらなくなるというか、それが手放す必要があるという感じになるのかな。なんかそのずっとこうやって生きていこうみたいな感じで、自分はこういう人間でいようみたいな感じでやってきたことが、あのどうもこう合わなくなっちゃったみたいな。だから昔気に入って着てた服が急に似合わなくなったとか、着てもなんかこうときめかなくなったみたいな、そういう感じですかね。ずっとそのファッションが好きだったし、ずっと着てたんだけれども、突然あれ違うなみたいな。でどっちかっていうと、幼少期の時とかに好きだった、まあ、フリフリとか、なんかこう戦隊もののこうコスプレみたいな服とか、幼少期とかにそうやってワクワクして着てたような、その感覚に近いような、装いをしたくなるみたいな感じですかね。はい。なんかこう逆にコスプレしてるって思われるようなこと、そういう格好の方が実は本来の自分の姿であるみたいな感じかな。だから普通の、こう街でよく見かける格好とか、そういう人たちっていう方が自分はそうやってこうなんか皮をかぶってる感覚になるっていうのかな。逆にそういうこうちょっとみんなが着ないような装いみたいなのの方が本来の自分であるみたいな。そう、なんか素の A さんはすごいこうファンタジーなんですよね。キャラクターがすごいちゃんとしっかりしてるというか、はい、そうなんですよ。なんかこう子供の時みたいな、生まれたての時みたいな、はい、そういう、なんか固められてない状態っていうのにね、戻っていかないといけないというか、それを取り戻さねばいけないっていう感じかな。だからこうなんか高校デビューとか大学デビューとかっていう言葉よく聞くと思うんですけど、あれって環境が自分を出させてくれなかったから、自分に合う場所に行ってはっみたいな、ほっとしてなんか自分らしさを出すみたいな感じに近いと思うんですよね。生きてるとか以外はね。やと思うんで、そう、自分本来の自分らしさを出せるところにね、行くんじゃないかなと思います。でそこに来たからにはどんどん出していこうみたいな感覚にね、なっていくのかなと、はい、思います。はい。でアドバイスですね。もっと良くなっていくためにどうしておくといいのか、はい、見ていきたいと思います。なんかチャンスを待つんじゃなくて、先にあなたがやりましょうねっていうことを言われてます。はい。なんかいいタイミングが来ればとか、いいきっかけが来ればっていうよりかは、もしやりたいとかこうしたいっていうのがあるんだったら先にやってくださいみたいな。先にあなたがやれば、それを円滑に進めるようにいくらでもサポートするっていうような感じで、はい、そういうこと言われてますね。そうだから、本当はあなたがどうしたいのかっていうのを問われてます。自由意志をすごい尊重してるんですよね。だから実際もっとそういう自分じゃない自分でまだいたいって思ってるのか、本当の自分になりたいって思ってるのか、ちょっと際どいところがまだ残ってるから、多分その通過儀礼がなんかその辺あるんでしょうね。こうどっちに進むのみたいな、覚悟決めるって言ってるけど本当にどっちに進むのみたいな、辛い思いしてでもその普通の、こうよくあるような、一般ルートの方に進むのか、あなたしか歩めないような特殊ルートに進むのか、本当はどっちに行きたいんだいみたいな、どっちも行けるんだから決めていいから、本当はどっちみたいなことを、そう何回も何回も聞かれてるんだと思います。はい。でそれを本当にどうするのかっていうの、この
春のタイミングでね、はい、あの決めちゃったら楽だよっていうことをね言われてるのかなと思います。うん、しっかり考えておいてねっていうことですね。で、どっちか覚悟が決まってそっちにするよって自分があの証明したら、そういう風にこう本当にあのことが進んでいくよっていうこと言われてます。はい、結果見ていきます。はい、すごい楽しそうにこれから生きていく感じがするので、自分らしくめっちゃ生きていくんじゃないかなと思います。ヒエロファントのカードとダンスウィズライフですね。はい、人生と踊るっていうことなんですよそう、自分自身とね、踊りながら生きていくわけなんですよ。なんかこう整列させられてこう生きていくっていうよりかは、ルンルンみたいな、本当にあの踊りながら、うん、なんかダンスを始めてみてもいいかもしれませんね。はい、もう踊ってますっていう人もいるかもしれませんが、本当にあのなんかそういう社会生活部分でも踊るようにこういろんなことを選択していかれたら、あのもっと円滑に動くと思いますし、そうしていくことによってなんかこう、うん、そういう明るいというか、その円滑に人生を歩んでいる A さんっていう存在がいることによって、あのその自分も進路どうしようかなとか、これからの方向性どうしようかなって悩んでる人たちにとって、なんかこうすごい助けになる、励みになるというか、うん、あ、君がそうやって生きて行くんだったら私もそうやって行きたいみたいな感じで、そういうなんかまああの、素敵なコミュニティが出来上がるっていうのかな、好きなことしてる人同士で集まれて、なんか本当にあのハッピーな、うん、感覚になるかなと思います。仲間ができるとね、やっぱりこう支えられますし、自分もっと頑張ろうってなりますし、やっぱこうコミュニティは大事ですよね。あのまあファンみたいな感じですよね。ファンの方々ができるみたいな。でもファンといっても対等な、うん、存在だったりとか、パートナーだったりとか、いろいろあると思うんですけど、そんな感じでね、はい、あの、こう、すごく円滑に、うん、進んでいくような感じがするので、なんか、うん、すごく好きなことさえしていれば、自分らしく生きてさえいれば、あの、それが自分がしたいと思ってする自分らしさみたいなのをしていれば円滑に本当に進んでいく。ただなんかいやでもなとか自分でブレーキを踏んでしまえば、それを望んでると思われてこうブレーキをかけられるみたいな感じですね。うん、なんか右に行くぞって言ってるのに、いやでも左も気になるからさーってちょっとでも思ってたら、勝手にブレーキ踏まれてその分岐点のところにずっと折らされるみたいな、アクセル踏もうと思ってもそこに折らされるみたいな感じですかね。はい、なのでもう覚悟しっかり決めちゃって、あっちも行ってみたかったけど、まあいつか行ける時があったら行ってみようかなぐらいの気持ちで、もうどん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 あの進んでいくといいかもしれません。高速道路みたいな気持ちでね今は進むべきかもしれません。一般道路だったらね、あのやっぱりこう戻ろうかなとか、なんかどうしようかなとかっていうのでね、ぐるぐるしちゃいがちですけど、もう行ってもうたらもう当分は戻れないよねみたいな、はい、感じで、そういう感覚でやっていっていただければ、もうどん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 進んでいくということを言われております。はい、 A のリーディング、 A さんのリーディング以上でございます。ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。それでは B を選んでいただいた方のリーディングしていきたいと思います。選択カードはこちらですね。ソウルファミリーが出ております。はい、テーマは春が来るというテーマで見ていくんですけれども、そうですね、ソウルファミリーが出てるので、うんと、なんかすごい仲間ができるって感じですかね。なんか仲間が、なんかね、自分のその思ってることを言って受け入れてくれるような、そういう人に出会えるみたいな感じですね。それが、人間関係かもしれませんし、仕事だったり、あの勉学だったり、自分がこう、なんだろう、対等に、なんだろうね、居場所と思えるような感覚のものに出会えるっていうのかな。うん、はい、それが、何なのかっていうのはその人それぞれだと思うんですけれども、うん、なんか一人ではないっていうことを感じられるようなものに出会えるんじゃないかなと思います。はい、なんかチーム、だったりとか、そうですね、なんか助けられるみたいな感じかな。
で、人に助けてもらうことによって本来の自分の形とか、自分ってこうだったんだみたいなのを知ることができるような感覚になれるんじゃないかなと思います。まあ自分と出会うみたいな感じですよね、逆に言えば。人と出会っていくことによって最終、自分に出会えるみたいなことを伝えてくれてるのかなと、はい、思います。そんな B さんの現状を見ていきたいと思います。ちょっと、ですと、インナーテンプルが出てますね。うん、本当になんかあれですね、自分自身とつながっていく感じですかね。本当の自分に生まれ変わるみたいな、なんかこういろいろと我慢してきたとか、なんかこう耐え忍んできたみたいな、本当の自分じゃない自分の鎧を着て生きてきたんだけれども、それを脱ぎ捨てて、ついに、本当の自分と向き合う、タイミングに来ているというか、はい、うん。だからなんか今までだったら、まあ自分が我慢すればいいかとか、こうなんかそんな感じでね、思ってたこととか、こうそう考えざるを得なかったようなこととかが多々あったと思うんですけど、なんかそれを本当は自分はどう思ってるみたいな、自分が我慢するさえしさえすればいいわとかっていうので思ってたけど、実際どうだろうみたいな、全然良くないよねとか、どうも今こういう時はどう感じるのみたいなのを自分自身でしっかり考えられるような、タイミングに入ってきてるんじゃないかなと思います。うん、なんかね、その自分が、進みたい方向に進んでいくためには、なんかちゃんと考えないといけないっていうような、はい、タイミングでそういう風になってるのかもしれませんね。はい、そんな現状ですね。で、春が来るということで、どんな春が来るのか、もっと詳しく見ていきたいと思います。はい、ヒエロファントとナクランブリング。はい。そうですね。なんか、あなたにとって死となる人に出会えるのかもしれませんね。なんかメンターに出会うのかもしれません。うん。そう。で、そのメンター、が、まあ一人とは限らずなんですけど、いろんな人に出会うことによって自分を見つけることができるみたいなことを言われてたので、なんか今までどっちかっていうと何かにこう、なんだろう、神様に懇願してたみたいな感覚があるんですよね。で、それだけに依存してるような感覚だったんだけども、それさえしてればいいだろうみたいな、こうなんて言ったらいいんだろうね。なんかそんな感じだったのが、いろんな人の意見や、意思、いろんな価値観を、聞くことになっていて、そうすると、あ、この人のこの意見も正しいなとか、いろんな場面で、いろんなその、ことを受け入れていけるようになるっていうのかな。なんか、あ、こういうこともあるのか、あ、こういう価値観もあるのか、みたいな、いろんな教えを知っていくことになるとか、うん。なんかね、その、いろんな文化を知っていかれるんじゃないかなと、はい、思います。うん。で、それを受け入れて いける。うん。なんか、その、うちはうち、よそはよそ、みたいなんだったのが、あ、いろんなこともあって、あ、これはいいね、ちょっと参考にしようかな、みたいな、そんなような、はい、感じになっていくのかなと思います。うん。はい。で、そうですね。なんか、その、自分が行くその先、これから進んでいくその先っていうのは、ちょっと辛いし、怖いし、なんか本当にその先進んでもいいのかなって思いながらも、もう見えているはずだから、そのお花畑ね、あの自分がこう幸せと思えるような、感じられるような状況っていうのが、その大変だなっていうのを超えた先にある、見えてるっていうのが多分だいぶ分かってくると思うので、うん、怖くてもやっぱり進んでいきましょうねっていうことをね、はい、言われてますね。うん、そうなんです。なんでしょうね。春が来るっていう感じなんですけど、そう。春は来るんだけど、あなたがその、自分の敷地
門の中にいたら春が来てても気づけないみたいな感じかな。だからその自分の敷地の外に出る、門の外に出る、出てみたらお花いっぱい咲いてて、え、めっちゃ春来てたんじゃんみたいな、全然来ねえなって思ってたけど、自分がそこから出てないから確認できてなかっただけでみたいな、なんかそういうことなのかな。うん、なのでちょっとどん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 、自分の扉、自分の心の内側に自分を置いておくんじゃなくて、どん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 表に出してあげるといいのかなと思います。はい、うん、そう、なんかね、その自分の敷地内にいるんだけど、自分のお城の中に入るわけでもなく、自分のその扉の外に行くわけでもなく、なんかすごい中途半端なところでずっとうろうろしてるみたいな、感情とかそういう感覚っていうのがあるので、そのどっちかに出たり入ったりをするといいよっていうことをね、はい、言われてるのかもしれません。はい、なんかそういうタイミングが来るんでしょうね。なんか本当に人間らしくなっていくんだと思います。はい、楽しみでございますね。で、これからね、もっとどんな感じでしておくといいのか、もっと良くなっていくのか、アドバイス聞いていきます。ハングルマンとシェアユアボイスですね。そうですね、なんか自分のその敷地内にいて、なんだろうね、自分自身のその伝統、自分がもともと生まれ持ってきた伝統っていうのにも目を向けず、外の世界の言葉にも目を向けず、ただただなんかちょっとその何でしょうね、なんか家出した時に公園に行ってぼーっとするみたいな感覚なんかそれをずっとしてたみたいな、そういう感覚で生きてきたみたいな、伝わりますこれそう、なんかああもう嫌だなと思って、何もかもが嫌になって公園でぼーっと、自分が何者なのかっていうのを考えずにただただぼーっとしてるみたいな、はい、状況、そんな感じで生きてきたけど、そうじゃなくてこれからは、自分はどういうことを大事にして、どういう考えを持っていて、どういうことをしていきたいのかみたいな、どん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 こう形を固めていかないといけないっていうのかな。だからその公園にいたとしても、誰かにめっちゃ話しかけられて、なんだろう、ちゃんと会話ができるように、するしていかないといけないっていうことなんですかね。そう、なんかその場しのぎで、お話しするとかじゃなくって、ちゃんとコミュニケーションを取っていくっていうのかな。なんかこう話しかけてきた人がいるから適当にあしらおうとかじゃなくって、自分とはこういう存在です、何々と申します、何々をしようと思ってて何々を今しておりますみたいなことが言えるような、感覚、になっていただきたいということを言われてるのかなと、はい、思います。そうですね。なんかね、教育が厳しかったのかもしれないですね。こうしておきなさいあなたみたいな、なんかそんな感じで、なんか何もなんかこういらないことを喋るんじゃないわよみたいななんかそういう感じで生きてこられたのかもしれませんね。なんかこう子供の時とかに、こうやっぱ子供ってね、すごい純粋無垢なので、いい悪いとかがないから、あったことを普通に、何かがこう起きたこととかを普通に純粋に喋っちゃったりするじゃないですか。そういうので、なんか家族とかに、あんたは何も喋らんでいいねとか、なんかそんな感じなことがあったりとかすると、なんかそういう感覚、なんかそうに近いかなと思いますね。なんかそのそれは言っちゃいけないんだとか、その起きてることを話しちゃいけないんだとか、自分がどう思ってるかとか言っちゃいけないんだとかっていう風にすごいなってるのかもしれないんですけど、それをなんかまあリセットしていくみたいな感じですかね。そう、もうなんだろうな、
そう、なんかその起きたこととか思ったこととか言っちゃいけないんだったらどこにも、属したくないみたいな、なんかその最初から感じることすらもやめておこうみたいな感覚。だからなんかその中庭みたいなところでぼーっとしてるみたいな感じですかね。家の中にいると家族のあれこれがあったり、で外に出るとこう外でのなんかいろんなあれこれみたいなの見てしまうからみたいな感じで、なんかそういう中途半端な場所、誰もあの滞在しないようなところに、うん、ずっといたというか、なんかそういう感じですかね。そう。でもこれからはそういうのを全てあのなくしていく、こうリセットしていかなくてはいけないということをね、はい、言われていると思います。ちょっと大変な感覚だと思うんですけど、まあでも今ね現状それをリセットしていくぞって思ってるのもあると思うんで、はい、どんどんいい風に進んでいくと思うので、ぜひぜひあの自分が思っていること、考えていること、なんかいろんなことを体験してそれを発信していく風に、形作っていっていただけたらいいかなと思います。はい、で結果見ていきたいと思います。はい、エンペラーとミラーですね。めっちゃやる気満々ですね今。はい、何かこう、映し出していく感じがすごいするので、自分がこう隠してきたというか、隠さざるを得なかったような感覚、なんか野望とかがやっとこさ、出せるようになってきて、あのそれをどんどん実行していこうというか、いろいろと形作っていこうとしているのがすごい見えるので、それがすごくあのいい感じに、実行されていくと思いますし、形作れていくと思います。なんか引き寄せられていく、よっていうこと言われてますね。はい、なのでまあちょっとそのネガティブ寄りな価値観もあの持っていらっしゃる方なので、そこだけ気をつけていただければ、それもね具現化してしまうので、あの望んでること、望むことっていうのはちょっとあの間違えすぎないように、それもなんかやっぱりその、メンターとなる人たちの話をしっかり聞いて、そういう時はどうしたらいいのかっていうのをね、助けてもらうと、はい、とってもいいのかなと思います。はい、ぜひ素敵な、これからの、はい、未来を、思い描いて頑張っていていただけたらすごい素敵になると思うので、はい、ネガティブにならずに、もっともっと前向きに、そのやる気と、野望を、叶えるためにぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、 B を選んでいただいた方のリーディング以上です。ありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価などよろしくお願いいたします。で、じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。それでは C を選んでいただいた方のリーディングしていきたいと思います。こちらの選択カードですね。本日のテーマは春が来るというテーマで見ていきたいと思います。はい、こちらのカードはアライヨアライフですね。調和、不調和な状態なんですよね今この、カードの絵のような感じで、なんかこう本当のその本来の、パズルのピースがはまってない状態みたいな、はい、感じになってます。なんかあの合わなくなったものがたくさんあるとか、なんか昔好きだったのにこうあんまり好きじゃなくなったとか、美味しいと思ってたものが美味しく感じなくなったりとか、はい、いろいろとなんかそういう状況になってるのかもしれません。そうですね、なんかだいぶいろいろと変わってきている状況になるのですけれども、まあこの春でもより一層こうバラバラになっているということを感じさせられるんじゃないかなと、はい、思います。そうだから、どんどん変えていかないといけないものがね、たくさんあるんだと思います。はい、そう、仕事も人間関係も、なんか家具とかも食べ物も、はい、いろいろと変わってくるタイミングになっているのかと思います。はい、現状ですね、見ていきたいと思います。そうですね、もうすごい言われてます、更新のタイミングですね。はい、なん
かね、合うものをたくさん探していただければただそれだけでいいんだと思うんですけど、まあでもやっぱりこう現実世界で見てみるとめんどくさいですよね、めちゃくちゃ家具全部揃えたのに飽きたみたいな、やっぱりこっちの方が良かったみたいな、っていうかどうだろう、その時はそれが本当に良かったんだけど、なんか全然しっくりこなくなっちゃったみたいな、どうしてもなんかこう落ち着かなくなってしまったみたいな感じに近いと思うんですよね。そう、なんかこうねえ、って思うような、こともあると思うんですけど、なんかまあそれ、そういうこと自体もまあ神の導きのもとだっていうこともね、多分感じてらっしゃるんだと思います。はい、そうで、またなんかやり直していくみたいな感覚が近いですかね。だから実家に帰ったりとか、地元にね戻ったりとか、なんかそういうのが意外と良かったりしたりとか、なんかねこう元に戻る、なんかこう里帰りじゃないですけれども、なんか自分が、生まれ育ったとこに戻っていっていく、なんかこう戻るみたいな、はい、更新、新しくね更新するんだけれども、元に戻って、なんかその本当の最初の姿というか、自分の本来のあるべき姿、なんだろうな、こう幼少期からいろいろとこう重ねていって自分がこう積み重なってきたわけなんですけれども、その元々から、整え直していかないと、そのだんだん積み重ねてきたって崩れてきたこと、なんて言ったらジェンガみたいな感じ、なんだろうな積み木、なんかそのどっかでこう歪んだから最終結果が大歪みしちゃったみたいなね、こう全然合わなくなっちゃったみたいな、なんか途中まではなんとかねできてたんだけどみたいな感じで、じゃあ最初から基盤を戻していくかみたいな感じですかね。なんか途中からやっても根本の問題は解決しないみたいなことが言いたいのかな。だからちょっとそのまあ神のお導きのもと、修復していく作業に入っていくのかなと思いますね。だから昔の友達とか、小学校の時のとか幼少期の、はい、知り合いとか、なんかそういう人たちとちょっとこう元に戻っ、と出会うっていうことによって感覚を取り戻すとか、自分ってそういう人間だったよなとか、なんか実家のね子供の時のアルバム見たりとか、そういうのでなんかこういろいろと感覚が戻ってくるのかもしれませんね。はい、そんな感じで言われてます。そう、なんか先祖代々っていうことか、それもあるのかもしれないですね。ご先祖様的な話も聞くのにも、はい、おじいちゃんおばあちゃん家に帰ってみたりとか、なんかそういうのもいいかもしれませんねそう、本当に、なんか元に戻っていくみたいな感じなんですよね。だからお父さんとお母さんから生まれてきてますけど、その元をもっともっと辿っていくみたいな、その辺ぐらいから戻していかないといけないってこと修復作業が、はい、なんかまあちょっと先祖代々の因縁もちょっと持ってる方なのかもしれないですね。はい、で春が来るということで、もっとどういうことなのか詳しく見ていきたいと思います。手が真っ赤っかになってきました、お薬を飲んだのではい、お気になさらずです、健康のためのやつです。アルケミーの逆位置とアウェイキングですね。そうですね、なんか覚醒していく感じですね、目が覚めていくっていうのかな。今までこうご自身が、生きてきたっていうのは夢を
見てたような、うん、なんか眠った状態というか、感覚価値観なんだろうパワー潜在意識自分のそういうパワーとか能力っていうのが眠ったまま、活動されてきた。だからなんていうのかな、まだ朝方だった、まだ眠りについていたような、状況。だからまだ人生の半分にも来てないというか、朝みたいな、なんかよくあるじゃないですか、こう、年齢の割る算したら1日の24時間の何時ぐらいにいるのかみたいな、最近ツイッターで見たんですけど、30代だとしてもまだまだ午前中なんですよね。そうって考えると、まだまだ私の人生っていうのは寝てた、まだ寝てた、うんこっから本当の起きて、本当の自分の人生を生きるタイミングっていうのかな、夢見てただけみたいなそうで起きて、ちゃんと行動していくみたいな、自分が今日は何するぞみたいなことをしていくタイミングになっていくっていうのかな、なんかすごい極端なことを言ってるんですけど、うん、そうやっと起きて自分の、やりたいことを やるタイミングになるんだよって、夢見てたのも楽しいと思うんですけど、うん、夢でねこういろいろなことを見るのもね、理不尽なことたくさん起きるのもそれもそれでね面白かったと思うんですけど、なんかそのあんまりこう現実味がないというか、こうなんかこうしっくりこないとか、感覚がない、生きてる感覚がないっていうのは寝てたからだよねみたいなそうことなのかもしれませんね。うん、そうで、まあ目が覚めていくんだけれども、その目が覚めるにはなんかそういうちょっといろんな、なんだろう、目が覚めるにはもっと眠った場所に戻らないと起きれないみたいなことなのかな。だからまあなんか動物の森の夢見ベッドみたいな感じですかね。自分のその眠って他の人の町に行く、でもう一回自分の町に戻るってなったら、もう一回見た夢のベッドに戻らないといけないみたいな、そんな感じなので、そう目が覚めるためにもう一度自分が、夢を見始めたであろう場所に戻っていくっていうのかな、うん、なんかちょっと難しいこと言ってますけれども、はい、そういうことを言われてます。で、アドバイスですね。どうしておくともっといい風になっていくのか聞いていきたいと思います。ラバーズの逆位置とゲットグラウンデド。はいはい、グラウンディングですね。地に足をつける、うん、でやっぱりこう自分の居場所、自分の肉体はどこにあるのかっていうのを感じるみたいな感じですかね。なんかその魂で今行動してるみたいな感じなんですよね。なんかその肉体、この現世で何かを成し遂げるために生きてるっていうよりかは、魂が不安不安とした感覚で生きてるっていうのかな、地に足がついてない状態っていうのかな。もちろん普通にその現実として生きてるし積み重ねてるんだけれども、それがなんかこう実体として、だからなんだろう、収入があんまりこうなんかないとか、権力、地位も名誉もあんまりない状態っていうのは、まだその地に足がついてないから、その魂だけでふわふわしてるから、その実体がない状態に近いのかなって思いますね。うん、だからその目が覚めてこの世界でちゃんと生きていくみたいな感覚に、はい、そういうフェーズに入ると、なんかこう急にしっかりと
こう自分が得たいと思っているものが得ていけるような感じになるんじゃないかなと思います。地に足をつけていくで、自分はどこにいるのかっていうのをしっかり感覚を持っていただいて、って感じですかね。あとはちょっと人間関係で、なんかね、あなたの力を使おうとしてる人がいたら、そういう人たちとはね、もうどんどん離れていってくださいっていうことを言われてるのかなと思います。そう、なんかどっちかっていうと自然と一緒にいた方がいいみたいな感じかな。なんか都会にいるより自然にいた方が、その自分のパワーを出していくのに邪魔されないし奪われないしみたいな感じですかね。自分がどこにいるのか誰なのかっていうのを分かる、そっちの方が分かるのかもしれません。なんか神社とかね、なんか伊勢神宮とかそういうようなぐらいの自然のパワーの力を借りるなんかそういうとこに行った方が、自分って何者だっけとか、自分が何したいんだっけとか、はっきり分かるように、なれるのかもしれませんね。はい、なんかそういうところで自分のアイデンティティをこう取り戻しに行く。だからそうですね、里帰りしたりとかして、自分の先祖がこう先祖のゆかりがあるところとかに戻ったりして、一旦、情報を得たりするみたいな感じですかね。人に聞くより、地球に聞くみたいな土地に聞く、なんかその自然に聞くみたいな感じですかね。なんか山々に聞いていくみたいな感じ。なんか説明がむずいんですけど、田舎に帰って、おじいちゃんおばあちゃんたちが過ごしていたような、そういう山とか木とか川とか、なんか海とか、いろんなところに見に行くと感覚がなんか入ってくるんだと思います。はい、それが一番ヒントになるという感じなので、はい、なんかこれからどうしたらいいかっていうのを人に聞くよりかは自然に聞くということ、はい、お気をつけいただければと思います。で、結果見ていきたいと思います。ハリオットの逆位置とスターマザーが出ております。そうですね、なんか今ね、本当に何かをしようとしなくて本当にいいんですよ。今はもう本当にゆっくりゆっくりしていただくタイミングで、何かをしようとするんじゃなくて、何かが起きたらそれを順調に順調に順調に進める、のが一番いいって言われてますね。なんか逃げたくなるようなことがたくさん起きてくると思うんですけど、それから逃げるっていうよりかは、なんかこううまいことかわしていくみたいな、はい、のが一番いいのかもしれませんね。で、スターマザーが出てるので、まあ、いろんなことが起きてくると思うんですけど、自分がその自分に対して母親のような、はい、感覚で、こんなことが起きたらどうするみたいな、一回ちょっと大変かもしれないけどやってごらんみたいな風に言ってあげた方がね、いいんじゃないかなとかって思うんだったら、そうしてあげたりとか、なんか本当に辛いなって思うことをこう辛いままやろうとしてたら、それは無理しない方がいいよとか、なんかそういう風な感覚で自分に接してあげるといいのかなと。母親のように接してくださいって、自分自身にねそう、自分がもし自分の母親だったらどうするみたいな感覚で、ちょっといろいろとこうやっていただくといいのかもしれません。はい、なのでちょっとこの春はいろいろとすごいハッとするようなことになるのかもしれません。ちょっとね、実際の人間っていうのに気をつけていただかないといけないみたいな感じなんですけど、
そう、なんかどっちかというと本当に自然とか感覚とか、神社とかに行ってその神々の意見を聞くとか、先祖代々の、はい、そういう感覚を、はい、聞いていくとか、なんかそういう感じの感じになると思います。はい、以上が詩を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。